ははい皆さんこんこにちは、えー、今日はね、えー、総合格闘技を始めようという人にどんな道具が必要なのかっていうのを紹介していきたいと思います、えー、キックボクシング編もねもう一個動画撮ったんでもしキックボクシングの方が興味がある方はそっちもご覧ください、えー、まず頭からいきますけどヘッドギア、はいえー、これはね頭を守るものなんですけどあの、まあ、誤解されがちなのがこれ脳を守ってると思われる方もいるんですけど脳へのダメージはね あのまあ、防ぎようがないというかあの、まあ、これはですねあくまであの皮膚ののまあキックとかあとパンチでまあ大体ね特に働いてる人はね顔があざだらけになるのはねあの嫌がると思うんですああ別にそうじゃない人もあの頭へのダメージはただでさえ嫌なんですけどまあ,あのこれは目,目と鼻と口とか、まあ、体の割と弱い部分顔の弱い部分は 露出されるんですけど、まあ、この辺のねおでこから横からねあ,のあと耳の辺りとかを持ってくれるんで、えー、これはね、えー、必須だと思いますはいで次行きましょうこれはいマウスピース、えー、これはね、えー、スパーリングするのであれば絶対必要になります、えー、僕もね知ってる人で歯がね抜けてる人がねもう数名いますけど、まあ、彼ら話聞いてみるとやっぱりねこれを忘れた 忘れたけどスパーリングしたくてやったらあの殴られて <laughs> 折れちゃったっていう人が何人もいるんでえ僕のおすすめするのは2つ持っといて1つは常に自分バッグに入れとくそしたらまあ忘れ万が一忘れた時でも自分バッグに1個はほあの、ね、予備があるっていうねそういう状況を作っといたらいいと思います。ははいじゃあ次総合合のの場合はあの上半身の えー、何て言うかな？まあ、レスリンググラップリングも入ってくるんで、こういったラッシュガードが必要になります。えっとラッシュガードの役割は2つで、1つはあの体の皮膚がまあ、第2の皮膚としてえ、畳とかあのマットに皮膚が擦れないように。まあ、名前の通りラッシュガードまあ、赤いね。あの傷がつかないようにガードするというものです。もう1つはあの、うん、感染症とか防ぐためですね。 えっと、やっぱりねこういう床、まあ、レスリングとか柔道とか総合格闘技の場合あのいろんなね皮膚の感染症があるんでそういったものをね守るためにあります。で、えっと、これで大事なポイントは、まあ、長袖でも半袖でもいいと思うんですけど、えっと、割と体にピタッとしてますよねこれで。それがやっぱりポイントであの ダダボダボだとですね普通の T シャツとかあと普通のスポーツウェアだとやっぱこの辺のダボダボがあの寝技をやった時に足が引っかかるまあ立ち技でもそうなんですけどあの体相手の体が引っかかるとかねよくあるんですよなので、えっと、必ず体にぴったりしたものを着るようにしてくださいで、えっと、これは格闘技用の勇み製のものなんですけど、えー、こういったアマゾンではですね、えー、普通のラッシュガードまあこれは格闘技専用ではないんですけど マリンスポーツのものもですねこういったものもあるんで、えー、これもなかなかいいです大体、えー、いいね2,000円から3,000円とかで買えるんで、えー、12枚持っておくといいと思いますはい、えー、次はね拳なんですけど、えっと、総合格闘技の場合あまりバンテージっていうのは使いませんで使う人もストライカーねどちらかというと打撃が強い人は、まあ、つけるケースもあるんですけど、まあ、自分試合出る時はいつもねあのこもうここだけですテープをね 手首に3回巻くぐらいなんですけどあんまり巻きすぎると手がね大きくなっちゃって寝技がしにくい手がね通らなくなったりとか、まあ、とにかく総合格闘技ではちょっと不利になってしまうことがあるんで、まあ、練習ではいいと思うんですけど、まあ、練習でさえ僕は、まあ、この軍手を1枚着けてでそれに、えー、こういった総合格闘技用のグローブをはめてます。で、えー、とこれの軍手の意味はあの、まあ、手から出る汗。 が、このグローブに染み込まないように、あのまあ、あと手を保護するためなんですけど、えー、これをつけてます。で、えっ、ー、とこれはですね。で、グローブに行きたいと思うんですけど、グローブはあのまあ、ぶっちゃけ総合試合用のグローブは必要ないと思います。っていうのは練習の時にあの普通の薄いね。あの4オンスとか2オンスとかの総合用のグロ。まあ試合用のグローブって。 使う場面がなないかなスパーリングでもね薄すぎて怖いしだからあので試合に出るっていう人でも試合のプロモーターがあの提供してくれるんでそれを借りたらいいと思うんですねなので僕はお勧めするのはこういったパウンディンググローブとかねまあイサミのパウンディンググローブとかあとこれは勇じゃないですけどネットでミスっていうねあのブランドが出してるかなりパッ,パッドがですね分厚い一応これあの何て言うかな 僕はおすすめできますねあの16音数、はい、ボクシンググローブの16音数に匹敵する分厚さっていう風に歌ってますけどまあ、実際にかなり分厚いです、はい、なので、えー、これを使ってあの練習したらあの相手選手まあ練習相手にも優しいかなと思います次えー、っとまあズボンなんですけど、えー、っとこれはねまあ 格闘技を全般的に使えるようなものでキックでも使えるような感じのパンツなんですけど、まあ、前提としてあのズボンはポケットがないそして2つ目に金具がないっていうことですね。えー、あともう一つ3つ目は紐がついてるってことですね。でこの紐がついてる理由はやっぱりあのずり落ちないためですねあの。結構レスリングやってると 相手を引っ張ったりとかね、まあ、ズボンを引っ張ることはないと思うんですけどあのしっかりとあの脱げないようにね結べるものがいいと思いますでこれは割と打撃選手がつ,かつけそうな、はい、あのズボンなんですけどキックボクシングにも対応してるようなズボンなんですけど自分が案外好きなのはこういうスパッツスパッツ系こういったピッタッとしたねあのズボンこれもそうですねこれはアマチュアシュートの公式のスパッツですでもうこういったねウェア全般に言え,る言えることなんですけど あのもし試合に出るっていうのは決まっていればその試合で必要な何て言うかな公認されてるあのウェアっていうのを揃えないといけない場合があります例えばアマチュアシュートだったらこのこれはもう必須なんですねこの,このスパッツじゃないといけないとかあとこの道具じゃないといけないとかねだからあの、まあ、もし試合に出てどのプロモーションで試合に出るっていうのは決まっていればその。 プロモーションの認めて、試合で認めてるウェアを買って、それを練習着にするっていうのはね、結構コスパが高いのかなと思います。えー、まあとにかくこういったスパッツ、僕はおすすめするのは柔術だった、まあ柔術もやるし、総合ではこっちの方がいいかなと僕は思いますね。体にぴったりしてるはい。えっと、じゃあ次ね、えっと、ファールカップ。 でえっと、ファールカップは、えー、プロモーションによって、まあ、試合の場合ですね試合合の場合その金属じゃないといけないこれ金属なんですけど金属で、えっと紐で結ぶタイプじゃないといけないっていうのがあ,あるんですねなのでそのこれは試合のために僕買いましたでもこれって練習の時に1回1回トイレに行くたびに紐をほどいたりとかするのも大変なんで自分が買って、まあ、試合でも使ってますアアマチュアシュシーートはは全然ファールカップは あの安全と判断できるものを使えばいいっていうふうになってるんでルールでなんで僕はこれを使ってますドクターショックっていうファールカップをこういったあのファールカップが収まる袋がついた履くタイプの、えー、ものですね <coughs> これのいいのは一回一回まあ洗濯はできるんで、はい、この外側のね袋履く部分はね洗濯できるんでねこんな感じです、はい、なのでファールカップこれは えっと、まあそうですねスパッツとか履く場合ねあのエチケット的にねあの体にぴったりするんでなんかこういったものがあった方がいいかなっていう、ね、のあります、はい、こういったズボンだったら別にファールカップしなくてもいいと思うんだけどただあの実際ファールカップがあってよかったなっていう場面はねたびたびあると思いますあのなんていうかな <laughs> ローキックが入っちゃったみたいなこともあるんでねまあこれはあったらいいと思います じゃあ次、えー、とだんだん下腹部の方に行きますけど膝パッドですねこれもアマチュアシュートの公認の膝パッドとあとこれアマチュアパンクラスのものなんですけどまあもし試合が、ね、出る試合が決まってたらその試合の,あの公式のものを買ったら、まあ、練習でも使えると思うんでコスパはいいと思いますただあの、まあ、僕的にはもし試合に出ないんだったらこのアマチュアパンクラスの公認の えっと、膝パッドが結構いいなと思ってて理由はこのベルクロがついてるひストラップがついてるんですねなんで下の部分膝の下の部分がしっかりこう巻けるというかピタッとあの調整できるんですけどこちらはね調整がまあイサミのアマチュアシュートのものはそのベルクロがないまあその代わりねこういうヒレみたいなのついてるはいるんですけどね、まあ、ゴムもついてますけどこちらはね上等かなっていう感じですね。 はい次えー、っとこれはね、えー、スネガードですこれはアマチュアシュートの公認のスネガードアマチュアパンクラスの公認のスネガードですでえー、っとこれはねえー、っと総合格闘技はやっぱりあのレスリングとかグラップリング地面でのグラウンドでの攻防になってくるとやっぱりキックボクシングのような太い あのスネガードだとすごく邪魔なんですね。あ,あの足も効かなくなるし、なんか三角とかそういう足を使う技とかもね。かなり難しくなってきます。なので、えー、まあ、こういった割とこのアマチュアパンクラスとかアマチュアシュートで使ってる。こういう割とね。履くタイプのスネガード、こういうのをね。練習の時も使ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、これだったら足を束ねられたりとか足をこう。あの相手選手に取られた時も。 なんていうかなまあすっぽ抜けないというかすっぽ抜けにくいしずれにくいと思うんで、うん、やっぱり総合は総合用のスネガードがあったらいいなと思います、まあ、こんなところですかねあと自分はこういう応急処置をできるファーストエイドキットを必ず入れてますまあハサミとか傷薬とかテープとかばんそうことか入ってますあとはね水脱水にならないように自分は水道水にこういったあのビオソルトっていうねあの マグネシウムとか、まあ、ミネラルが入ってる、えー、これをね一握り一握りじゃない一握り多いなあの一つまみ入れて、えー、持ってってます、はい、でジムバッグを用意する必要があります自分はワークマンで買ったちょっとボロボロになってきてますけど一応自分バイクで行ってるんで防水仕様、まあ、電気製品スマホとかあとあのカメラとかも運ぶんでこういった防水のものを選びました で,えーとまあ、何でもいいいと思います大きなジムバックがあればいいと思うんですけど、えー、ジムバックは必要だと思います。ということで、はい、どうでしょうかもしねあのこんなことはどうなのっていう質問とかがあれば全然コメントで書いていただいたら質問に答えていきたいと思いますんでとりあえず今日は、はい、総合格闘技入門するにあたって必要な道具を少しまとめてみました。と、はい、ということでもし えー、この動画よかったらライクそして、えー、格闘技好きな方、えー、僕は30歳から、えー、プロを目指しそしてプロになってからもチャンピオンを目指して、えー、格闘技頑張っていこうと思ってますんで、えー、その何て言うかなジャーニーというかねあのその挑戦をね皆さんに動画を通してお届けしていきたいと思ってるんで是非、えーえー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでではままたた次回お会いしししょうババイバイ、Peace.